日本の BSE 庁舎、BSE は、ドイツ連邦政府において、コンピュータと通信のセキュリティ担当部門である。英語では、フェデラルオフィスフォーインフォメーションセキュリティと呼ばれており、これはドイツ語名の直訳である。日本語では、情報セキュリティ庁、連邦電子情報保安局、連邦情報技術安全局等々、様々に呼ばれている、コンピュータアプリケーションのセキュリティ、重要インフラの保護対策、 インターネットセキュリティ、暗号、盗聴対策、セキュリティ製品の認証、及びセキュリティ評価機関の認定を、専門分野及び責任範囲としている、本に本拠を置き、職員数は600名を超える、2009年10月16日より、マイケル・ハンネが長官を務めている、BSE の起源は、連邦情報局の暗号部門であった、BSE はレベル暗号などの暗号アルゴリズム開発を、 引き継いでいる。b s i に似た役割を持つ他国の組織としては、アメリカ国家安全保障局やイギリスの接グを上げることができる。ただし、NSA や GCHQ と異なり b s i は、資因と活動そのものには従事していない。BSE とドイツで資因とを担当する、連邦情報局との間に非公式の協力関係があるかどうかは定かでない。様々な報道によれば、 ドイツの資銀と活動において、スイスの暗号装置を弱体化すべく、NSA との共謀があったという。これによりリビアやイランといった国々の極秘通信を、西側諸国の諜報活動が解読できたと言われている、ドイツ情報セキュリティ庁と言及した報告書の例、IPA セキュリティセンター。制御システムセキュリティの推進施策に関する調査報告書。 2014年9月21日閲覧、連邦情報セキュリティ室と言及した、報告書の例、平成20年度内閣、官房情報セキュリティセンター委託調査、株式会社三菱総合研究所、各国における情報セキュリティに対する取り組みに関する、調査。2014年9月21日閲覧、ドイツ連邦電子情報保安局と言及した、和訳報道の例、 独仏の政府機関、IE の利用を控える、要韓国。Cnet Japan、http コロンスラッシュスラッシュジャパン .Cnet.com スラッシュニューススラッシュセックスラッシュ20406902スラッシュ2014年9月21日閲覧。ドイツ連邦電子情報保安局と言及した、バヤ報道の例、ネットユーザー1600万人分の情報セット発覚。 独サイバー犯罪当局。アフプブニュース、AFP、http コロンスラッシュスラッシュジャパンドットシーネットドットコムスラッシュニューススラッシュセックスラッシュ20406902スラッシュ2014年9月21日閲覧。内務省連邦情報技術安全局と言及した、プレスリリースの例、経済産業省、IT セキュリティ分野における、 国際相互承認アレンジメントが改正されました。2014年9月21日閲覧、連邦情報技術安全庁と言及した報告書の例、IPA セキュリティセンター。平成11年度ドイツにおけるコンピュータへの不正アクセスと対策の実態調査。2014年9月21日閲覧、組織と任務、BSE、オーガナズシャンサバーシクトデス BSE。 2014年9月21日閲覧、長官の経歴、BSE、レビンスローフマイケルハンゲ。2014年9月21日閲覧、ありがとうございます。